スノーマン・ラウールがパリのモデル事務所所属を発表。誕生日に報告。メンバーもやっちゃいなよ。スノーマンのラウール21がフランスパリのモデル事務所に所属したことを27日自身のインスタグラムで言った生配信で発表した。この日は21回目のバースデーをパリで迎え、記念日にビッグな報告となった。ラウールは、ちょっと特殊なパターンというか、今はスタートエンターテイメントのアイドルとして活動していて、パリのモデル事務所とも契約しているんですけど、そのいきさつも話しておこうと思って、と報告。俺的にはモデルの仕事が楽しくて、プロフェッショナルでいられる感覚があって、というラウール。パリコレ出演を目標に定め、モデル事務所のオーディションに臨むも20から30社とか落ちまくってと苦戦を強いられた。それでも今の事務所が OK で、そこだけ通って、事務所に入るのがマジで難しかったと執念で契約をつかみ取った。